2021年4月の10日です。今日は小麦に追肥をしたいと思います。使用する機械はビコンの RSXL っていうんですかね、ビコン社の機械で散歩をしたいと思います。使用するトラクターはクボタの GM82 グランドマックス82馬力です。これで、肥料をあげたいと思います。追肥する肥料は 21.0 硫酸アンモニア、これですね、いわゆる大粒の硫酸というやつです。これをですね、畑によってなんですけど10キロ上げる畑と20キロ上げる畑があるので、散布したいと思います。硫酸を10キロ上げる畑のセッティングですけど、速度が7キロでこのシャッターを30に合わせて、これはもう O でいいのかな、これもういつも O のままです。はい、これで散布します。パックをリフトで釣り上げて肥料を入れたいと思います。まず5丁の畑なんで2本乗せてあげれば十分間に合う。5丁ですから500キロ上げればいいんで、1本、本来なら1本でいいんですけど、もし足りなかったら困るんで2本上げたいと思います。コンバインガンまでギャッギャッギャッ、はい、こうやって入れます。こんな粒です。大粒の硫酸です。それでは散布をしたいと思います。これに合わせてシャッターを開けます。 7.8 キロで30でちょっとやってみます。はい、自動で走ってます。太陽の周りが綺麗にこうね、リングができてますね。時速はだいたい 7.5 キロです。きっと iPhone に硫酸が当たってるでしょう。太陽の周りが美しくこう彩雲と彩雲が、これなんていうんでしたっけ、近藤さん、なんだった、日雲、なんだっけ。1回目終わりました。残量はいい感じだね、だいたい500ぐらい残ってるね。施肥量はですね、振興センターさんに、見ていただいて、このぐらいやったらいいですよという指導を受けてますんで、それを守りたいと思います。だいたいこれでいい感じですね。2枚目の畑です。さっきの畑よりちょっと濃く見えるんですけどね、まあでも振興センターさんが調べてくれたんで、ほぼほぼ同じ、単に 10kg の硫酸を、上げてます。続いてですね、単 10kg から 20kg に増やしたいと思います。これ30だったのを、38ぐらいでいいじゃないかな。でね、先ほど7キロで走るって言ったんですけど、9キロぐらい走っていいと思います。で、38で9キロで走りたいと思います。コンバイン釜なんですけど、切れる釜と切れない釜がありますね。こっちの方がよく切れます。これステンレス釜、これよく切れますよ。シャッツッシャッツッ、よく切れます。順調に巻いてますが、やっぱりね、朝霜が溶けちゃうとタイヤにこう泥がつきますね。こうなると日中の乾いた時の方がいいんでしょうけど、今度乾くとですね、風が吹き出すんで、風が吹き出したらちょっと肥料のその散布精度が下がるので、やっぱこのままズルズルのまま、やっていきたいと思います。最後の補助です。ここも単に20キロぐらい巻きたいと思います。去年ここすごく苦労して、掘ってもらって破手して、なんでこんなに苦労するんですかっていうぐらい苦労した場所です。これ縛れた時やるのが一番いいんでしょうけど、まあ防潮根ですからね、小麦がダメになっても OK なんで、今日もすごくいい天気です。疲れマビ君、エアマンで、はい、綺麗に飛ばします。続いて外して、はい、外します。鈴木鉄工のウルトラ釣り基地くんで釣り上げて、と綺麗に洗浄して乾かしてから
油をこうやって塗って、そして、格納します。あとは使い終わった肥料のパックを、リサイクルに出すのに一つにまとめておきます。かさばるんでちょっと重しを乗っけて潰しておきます。これでぺったんこにしておきます。毎日風ばっか吹いてポットが乾いてきたんで水をあげてます。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、また濡れるよ。入らん方がいいよ。あー、入った。チャンネル登録よろしくお願いします。濡れてしまいました。チャンネル登録よろしくお願いします。